川市民最新不動産情報。どうも、メダルのすみません芸人ダブルチョー、俊介です。さあ、本日は7区ミッドタウンに来ております。本日紹介していただけるのも N サイトの杉尾さんです。お久しぶりです。ありがとうございます。めっちゃ久しぶりですちょっと口が回ってる。いや、そうですよ、久しぶりすぎてホーチミン最新不動産情報噛みそうになりました。ちょっとやりましょうよ、今日は。今回7区、はい、7区ミッドタウン。ミッドタウンですね。これ1回紹介しましょうか。1回ご紹介させてもらった。そうですよね、はい、で、ここに来てやっぱ感じたのがめちゃくちゃ日本人が近い。確かに目の前に見えてますね。目の前、これマジで日常でいいですよね、はい、じゃあファミリーの方とかめちゃめちゃいい場所、はい、で、このエリアで言うとちょっと近くにスーパーもあったりとかあるんですよね、はい、あ、そうですね、ちょっと大きなスーパーですと、はい、歩く必要がありますけれども、はいはい、あのコンビニだったりとかですね、ミニスーパーっていうのは敷地内にございます。ありますんで、まあ7区めちゃくちゃファミリーに人気の場所ですよ。こちら、じゃあ行ってみましょうか、はい、行きましょうか。はい、行ってみましょう、はい、レッツゴー。行きましょう。おお、綺麗ですね。はい、すーげえ、めっちゃ新しい。今これできてどのぐらいですか。今2年ぐらいです。2年ぐらい、はい、にしてはなんか綺麗ですね。そうですね、結構綺麗だわ。で、入ってすぐ収納、でかっ、広ー、めちゃめちゃ広いっす。はい、靴箱としてご利用ください。はい、あ、これ上にも収納ありますね。上にもね、はい、ありますもんね。で、この辺もありますし、はい、めっちゃでかっ、めちゃめちゃ入るやん寝れますわ、僕だったら。あ、本当ですか。いや、僕もサイズで寝れますよ、これそうですね、これ、180センチある僕でも寝れるわ180ありますか。ありますよで、これ今回ね、ちょっとちなみに説明しておきますと、杉本さんが撮影してくれてます。はい、まあ、なぜかと言いますと、井出がちょっと井出谷の方でね、あのダナンの方まで行ってるますので、今回はね、杉本さんと僕だけで撮影しております。はい、広いっすね、マジ。ここもあるし、収納で鏡もついてて、はい、これはすごいな。そうですね、棚のここに鏡が、ね、ありますし、はい、で、テーブル、そうですね、ダイニングテーブル、4人のダイニングテーブルですね。大理石、大理石と言っていいのかちょっと微妙なところですけど大理石、あ、ちょっと待って、気づいちゃいました。はい、今回は電球、マベ電球じゃないです。はい、今回の電気全部埋め込み。そうですね、しかも数めっちゃ多いめっちゃ多くないですか、数、はい、これは明るくなるわ。明るいですね。やっぱね、空間が明るくなると心も明るくなるんですよ、そういう人になれる部屋素晴らしい。そしてこちらキッチンの方ね、まあ、収納も上にもありますし、見て、冷蔵庫でかくないですか。でかいですね。めっちゃでかい、これそうですね、でかっ、ご家族でも住めるような設計をしておりますので、ね、これだから本当4人暮らしとかで、はい、まあ、2ベッドルームって聞きましたけど、4人暮らしとかで行けますね。そうですね、これだけあれば、はい、で、シンクあって、で、まあ、ここでね、キッチン、え、これ何ですか。これ食洗機です。食洗機見慣れなさすぎて全然気づかなかった食洗機か、うわ、これ飲食店や飲食店であるやつや、あ、量多い、こんだけ入れれるんだ、かなり収納量がありますね。ですね、はい、でキッチンもね、3口ありますよ、はい、で、レンジがついて、下がオーブンですね。出た、両方あるやんちょっとグレード高すぎじゃないですか、はい、部屋も綺麗で、ほぼ買うものないっすね。そうですね、あの食器とか調理器具とかをお持ちいただければ、確かに、もうすぐにお住まいいただけると思います。ケトルぐらいか。そうですね、ないもので言うとね、あ、ただですね、今回あのウォーターサーバーが室内にございますので、はい、まあ、お湯はですね、一応こちらのウォーターサーバーを使って出すこともできます。マジかよ、
トシバジャパンクオリティー。そうか、これでもう十分ですね。そうですね、あったかいお湯もまあまあコーヒーとかだったらね、はい、すぐ行けたりするし、はい、そしてこっちがまあリビングというか、はい、こんな感じですね。出ましたよ、ソファー。ソファー来ましたね。ちょっとね、弾力がある感じのソファー、あの座り心地もよく、はい、ただちょっと測れないな、距離が。そうですね、私が今そっちに行けないですね。そうなんですよ、すみません、カメラ置きましょう。カメラ置いてる。置くしかない。これはもう置きましょう。本当、これが一番ためになるって言われるんですよ。このソファーの広さ、はい、測ってほしいっていうお客さんがたくさんいるんで。そんなに需要ありますか。そうなんですよ。取っときましょう。はい。せーのでいきます。はい。せーの。はい、突っ込んでくれてます。今見てる方が突っ込んでくれてます。はい。視聴者の皆さん。大丈夫です。はい、井出がいなくても。視聴者参加型の YouTube になってます。部屋の中すごいシーンとなりましたね。無音が続きました。はい、ただまあまあ これ広いっすね、もう3人で、はい、まあでも広いっすね。そうですね、ソファーも広くて、でこれはまあ、まあ、この一人用のソファーだったり、はい、まあ、足を置いたりとかもできますしね、はい、はい、でテレビもでかっ、はい、めちゃくちゃでかい。エアコンも気づいた。エアコンも埋め込み式や。空間広いっすね、だからね、全体的にね、その上に物がないから、はい、天井も高く感じるし、はい、部屋が広く感じる場所です。そうですね、今我々この窓側にいますけど、すごい冷たい感じを、はい、風を感じますね。感じます、冷たい風を感じますね。そしてバルコニー、はい、あ、これはあれか、遊び場、子供の遊び場とプール。そうですね、共用部の遊び場とプールが見えていますね、この部屋からは。でこっちにも、はい、まあ、ちょっと庭というか、はい、ものもあるんですね。ええ、へえ、あそこにもある。うわ、めっちゃあるやん。でここちょっと掃除したい時は水入れたりとか、はい、そうですね、お水を使って簡単にお掃除いただきます。今ですね、このバルコニーから中川さんが向いている方向に日本人学校があります、はい、そうですね、本格的に、ちょっとこう建物の影で見えなくはなっていると思うんですけれども、はい、あの先ほど言ったようにここのマンションのエントランスから徒歩もう1分で行けるような距離に日本人学校があります。マジで近い。だからバス乗んなくていいってことですね。そうですね、はい、バス代浮きます。激アツです。激アツですね。来ました、いただきました。俺も激アツ来たよ、はい、さあそしてこっち側ですね。はい、寝室の方ですね。なるほど、スモールベッドルーム。はい、まずはサブの寝室からご覧いただきます。じゃあ見てみましょう。はい、こう、いや、やっぱめっちゃ綺麗だわ。え、これその前のお客様とかが、はい、日本人とかですか。やっぱそうですね、日本人の方にお住まいいただいてます。綺麗に使ってたんですね、はい、いや、めっちゃ綺麗ですもん。だって2年は間違いなく住まわれてたわけじゃないですか、それでこの綺麗さで、もうね、今日この木のフローリングとかも綺麗ですし、はい、ベッドもね、スモールベッドルームと家と、はい、ダブル、クイーンサイズですね。クイーンサイズ、はい、でけーでけー。ちっちゃい子供とかだったらね、2人で本当枕並べて寝れたりもしますね、はい、で収納もでかいし、子供とかの洋服も置けますよ、はい、そしてこの辺りはだから、そっか、椅子とか置いて、まあ、勉強机にもできるし、はい、まあ、奥様とかの兄弟みたいな形で使うこともできるという、はい、そうですね、収納も多いし、右側は本棚になってますので、確かに、まあ、勉強とかもできるか、はい、いや、いいっすね、机買わなくていいし、まあ、椅子だけで、ね、用意したりしたらいいですしね、でここも、いや、眺めいいわ。マジでいい。プチ縁側ですね。はい、プチ縁側。このちょっとね、出っ張りとかもあんまりないから、すごいいいですね。はい、そしてスモールベッドルームの次はここか、はい、トイレですね。サブのバスルームですね。サブバスルーム、はい、見てみましょう。サブのバスルーム。はー、広いな。サブといえどめっちゃ広いっすわ。はい。はい、洗面台もでかいし、鏡もめっちゃでかい。ちょっとこれ入らせてください、はい、ちょっと嘘なしで測りますわ、はい、これは測らせてください、はい、
だーい。めっちゃ良くないっすか。覚えてないですね。嘘らしい。ええ、ほら、ええ、めっちゃ広い。ラララタタテイクラタイム。踊りますよ。中川さんだから大丈夫っていうのもありますかね。おい、やめてください。入れたよ。水の吸い口もね、これ広いっすね、ここ、ええ、そしてこちら、はい、マスターベッドルーム、ええ、マスターベッドルーム、ちょっと壁が落ち着いてます、はい、ちょっとね、このダークな感じで、ええ、で、ベッドは高級感あるわ。革だもん、レザー。どうですか、あの感触は気持ちいいですか。めちゃくちゃいいっす。マジで金持ちになった気分。あ、そうですか、はい、高級感ありますもん、これ。ケンアブキング、そうですね、幅180センチあります、キングサイズです。で、このね、スペースも大きいんで、はい、なんかマスターベッドルームの広さ自体も大きいですね、これ。そうですね、ええ、ベッドを置いてもまだ余白があるような、ね、かなりありますね。収納も広くて、ここもだってスペースかなりありますもん、はい。で、まあ椅子とか置いてね、まあここで、ええ、まあ、兄弟に使ってもいいし、はい、在宅は、はい、できますよ、ここで。でもこれはロールカーテンですね。ロールカーテン、はい。いや、いいっすね、ここもスペースとなって、まあ物を置いたりもできますし、はい、まあ縁側みたいな感じで使ってもいいってことですよね。はい、お茶してもいいってこと、ね、そうですね、座布団置いて座布団置いてね。マスターベッドルーム広いっすね。広いですね。で、ここが、はい、まあ、マスターベッドルームのもう一つのバスルームですね。はい、二つ目のバスルームです。なるほど、まあさっきと同じような作りではありますね。そうですね、はい、洗面台とトイレとあとシャワースペースがあるっていう感じですね。そうですね。で、これなんですか、電気。はい、上の電気か。あ、なるほど。さらに鏡のボタンをちょっと押してもらっていいですか。これを押したら宝箱は出てこないです。ここが開いてとかじゃないですか。おー、ここも光る。よりね、照らしてくれるという、はい、はー、あ、いいっすね。やっぱ美にあの意識がいきますわ。そうですね、こういうのがあるとね、はい、鏡の裏の間接照明がついていますので、ちょっとおしゃれに照らしてるような。だってやっぱ壁とかもやっぱね、全体的におしゃれですもん、こういう、ちょっと普通じゃないよっていうので作ってますね、はい、でね、まあ先ほど紹介し忘れたかもしれないですけど、ここのね、収納もありますから、はい、だから地べたに置かなくていいんですよね、シャンプーとか。そういう細かいところもちゃんと設備ありますね。で、こっちはマスターベッドルームの方のバスルームはシャワーと、この上からくる二段方式二段方式になってますね。家賃を払ったらただで借りれるのコーナー。はい、やってまいりました。僕はもうマジでめちゃくちゃ気に入ってます、ええ、日本人学校には私も行かせてますし、はい、めちゃくちゃもう目と鼻の先で、で、まあ飲食店とかも近くにありますし、最新ですね、ここが最新ですね、一番新しい、新しいタワーですよね。で、プールあり、ジムあり、はい、平米的にはどうですか。2ベッドルームで78平米。78平米、広いっすね。リビングも広いし、そのマスターベッドルームも広く感じてるんで、結構やっぱりスペースあるんだなと思います。で、食洗機もあり、冷蔵庫でかい、で、まあ、洗濯機ももちろんあります。こちらの値段当てたい、マジで当てたい、マジで当てたら引っ越す。1ヶ月の家賃、マネジメントフィー、マンション管理費込みでいきましょうか、はい、なるほど、はい、込み込みですね、はい、込み込みで2ベッド、うわー、1600ドル。ちょっと高すぎない？いや、でも分かんない、1600ドルぐらいだと思う。修正しますか。築2年っていうのがね、結構僕を分かんなくさせてるんですよ。結構ね、その2ベッドとかの層はもう入ってきてます、僕は。正直ね、だってもうね、自分の家探す時もやっぱそういうところを見ますし、2ベッド、3ベッドはよく見てると思うんで、2年っていうのがね、築2年っていうのがやっぱ新しいんで、それだけね、値段もするとは思うんですよ。今僕1600って言いましたよね。そうです、50ドル刻みですよね、はい、毎回の500、1750ドル、お願いします。はい、正解は1200ドルです。安い、安い、めっちゃ安いですか。
え、マジか。払ってぜひ借りてください。ちょっとそれは当てさせてよ。1200ドル。はい、ドンで言うと今1200ドルっていくらぐらい。まあ、3050万ドルですね。約30人用ぐらい。うん、3050万ドルぐらいか。3000万ドルぐらい。なるほどな。いや、ちょっと高く言い過ぎたな、逆に。逆にって言う。わかんなくなってるんですよ、僕が。その築2年って結構新しいじゃないですか。言うてね、そんなに バカスかかってるわけじゃないから、築1とかを探す方が難しいじゃないですか。築2年って相当新しいんで、わかった、わかった。ただ、1200ドル、マジで早く連絡してくれと、はい、すぐ見つかるから、ぜひ、ぜひ、ご連絡ください。マジでね、すぐ見つかると思うんで、あのエナセッサさんの方に連絡お待ちしております。下の詳細欄の方からね、はい、皆さん問い合わせしてみてください。そして他にもザ・ピーク以外にもね、いろんな物件エナセッサさん持ってますんで、そちらの方聞いてみてください。はい、この動画がいいなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。